今日のゲストです。FC 岐阜背番号10番川西翔太選手、そして背番号4番甲斐健太郎選手です。お願いします。すみません、お待たせしました。胸でトラップして。これさっきの水だとちょっと違う感じですけどね。一応あれっすね。恥ずかしさってああなっちゃいます。続いては甲斐選手の動画を見ていただこうと思いますが、あらかじめちょっと先に言い訳することがあるのか。あんまよくはないです。まさかの料理シーン。ちくわいいね。今日これがうまいですよね。ちくわマジでうまいです。甲斐選手からはスパイクが今あるんですが、今ここに行きます。ポイントで、それ多分緑いきますよ。やりやすいのが、なるほど。待っているのは最高の週末がチャンネルさんが今シーズンで戦った相手の中で許せなかったチーム、または選手がいらっしゃいますか。1試合、ベンチの藤枝は誰でしたっけ。救世主は誰でしたっけ。わかんない、誰でしたっけ。はいたんですが、そこに入ったのはハッシーズキッチンです。正直にお願いします。なぜか、はい、あの役職が変わってるんですけど、そのまま呼ばれました。はい、俺のプロフィールじゃないの、お父さん。まずはサッカーを始めたきっかけを覚えてないんですけど、幼稚園から始めて、多分